ドアはここです。ここで横をすぐ行くとポスターが2枚と、あと私がコピーしちゃったジミちゃんの写真が飾ってあります。でその下にはテレビとテレビ台、リモコンだったりとかがあって、でここにはポーチだったりとか財布だったりとかマスクとかマイクとか DS とか DVD プレイヤーとか、これはリメイクシート、余ってるやつですね。でここには BTS のアルバムだったり、タトゥーのライブ DVD だったり、ティアラのライブ DVD だったり、ここにはエグザイルさんとか E-Girls さんとか、あと BTS もあります。フラワーさんだったり入ってます。でここにはね BTS って書いてるんですけど、これ100均ダイソーに売ってるやつをここにトントントンと置いて、可愛いでしょ。で開けてみるとこんな感じです。もうここにメガネが入ってたり、後ろにシュシュが入ってたり、横にマニキュアだったり、でこの後ろ側にはアクセサリーが入っております。はい、で横行くと、はい、こんな感じで、この後ろのこの木のやつは、これは和室の玄関のすぐ横から開けれるドアだったんですけど、そこにドアがあるとね、こう閉めた時にリビングのドアもパンって閉まっちゃうんですよ。で危ないからっていうことで外してね、私の部屋に置いてあります。だからなんか秘密のドアみたいになってますけど、何もありませんでここにダッフィーがいて、ちょっと壊れかけてるヘッドホンに、ディズニーシーで買ったこのカチューシャじゃない、なんだっけこれ、あの髪飾りじゃないな、なんかそういうなんか髪あげるやつとかで、ここに靴が2足あります。でここですね、ここはコスメ収納変わったとこですね。でここにはこんな感じで韓国の本だったり、これはなんだっけ、本立ててくれるやつとかで、これテヒョンの写真ですね。これポスなんだっけ、アンアンだっけな、の雑誌のやつをちょっとコピーしてここに飾ってるんですよね。昔そうテヒョンの推しだった時期があって、その時に多分つけたんじゃないかなと思います。でここにアンドロイドのカバーとかケースとか、あとキーホルダーが入ってます。でここは全部韓国語の本とノートです。はい、でここにはこんな感じなんですけれども、これはね手紙で、ここは BTS のライブ DVD だったり、これはアルバム、ちっちゃい頃のアルバムで、ここは全部雑誌だったり料理本だったり、これはね自作グッズのやつですね。です。でここはこれはラミネートで、ここはトランプで、ここにはペンとかセロハンテープとかで、でここには充電器とかが入ってて、でここにはペンだったり、私よく怪我するので湿布だったりとかが入ってますね。でここには妹からもらったノートが、メモ帳が入ってます。非公式なんですけどね、すごい可愛い妹からもらったので大切に置いてあります。で横にはこのなんていうんだっけ、スクラッチみたいなアートがあります、ダイソーの。はい、って感じです。はい、いつもはこうやってかぶしてます。でここには三月佳子さんの漫画がブワーって入っております。でここは勉強のノートと、あとここはファイルで、ここにはまあなんだろう、銃のおもちゃだったり、ここもねコード系がたくさん入ってる感じです。でここにはここもね教科書となんだっけ、勉強の教科書でちょっと落ちちゃってたんですけど、この中にiPhone ケースがいっぱい入っておりますって言っても、私 iPhone ケースコロコロ買えないんで、透明なケースとか新大久保で買ったカバーしか入ってません。はい、でもこの上に入ってるんですけど、ちょっと落ちちゃってるので後でしまいます。でここはグッズ入れで、あんまり見せたくないので、ちょっとお母さんがねここ昔これをなんかコップとか入れる場所だったんですけど、もう使わなくなったのでいただいたので、前はコスメ収納に使ってたと思うんですけど、今はグッズ収納にしてます。で、あ、カバーから外しちゃってるんですけど、ジオちゃんのうちわだったり、ミナちゃんのうちわだったり、ジミちゃんのね誕生日にプレゼントとしていただいたうちわが置いてあって、でここにグッズがあります。ラビオセルフのライブのやつだったり、
こんな感じで。他にちょっとした公式グッズ入れとか、編みボムとか、これなんだろう、扇風機とか入ってまーす。はい、こんな感じでした。で、横に行くと、ロフトに行く、階段があって、ロフトはちょっと私怖いのであんま行かないんですけど、で、ここにコスメ収納があって、前はこっち側にあったんですけど、ここだとね、撮影するときに、ここと後ろの距離がありすぎて、ちょっと空間がありすぎたので、ここにしました。で、ここにリップを置くようにして、香水だったり、あとは、まあ、ここにはちょっとタブレットが置いちゃってるんですけど、こんな感じで、コップ置き場とかだったり、まあ、これ砂糖なんですけどね、ヒカキンさんこけちゃってますけど、あったり、あ、これなんでここに置いたんだろう。はい、こんな感じで、透明のものが置いてあったりします。で、横に行くと、置いてありますね。はい、ここに TWICE のポスター。で、ここにお花とかアーミーって書いてるやつとか、時計とか、お花とか、トワイスのポスターとか、で、ここにブラックピンクのロゼちゃんのファイルを飾ってたりします。で、こっちに移ると、じゃじゃーん、ポスターもう2枚があって、ちゃんと公式でございます。はい。です。で、ここにカレンダーがあって、クローゼットです。はい。全体的に見ると、まあ、こんな感じです。はい。端によるとこんな感じです。はい。すごく部屋が広く見えるって言われたんですけど、うん。前回の部屋、うん、前の動画とか、結構前の動画とか見てくださるとわかるんですけど、最初の YouTube を撮ってた部屋は一番狭めな部屋だったんで、すごく広いんですけど、この部屋は。でも、ちょっとこう、天井がね、ロフトがあるので、斜めにこう、天井が広いので、余計にこう、ちょっとこう、広く感じるんだと。思いました。ただでもね、結構 K-POP 好きさん の TikTok ので見る部屋紹介を見るとね、やっぱすごく白く統一感があったり、おしゃれな部屋が多いと思うんですけど、私はこんな感じで結構ごちゃっとしてるので、もしかしたらちょっと嫌いな方もおるかもしれないんですけど、私の部屋はこんな感じでした。あ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次の動画も見てください。バイバーイ。バイバーイ。